自民党の政治資金問題をめぐり、二階派会長の二階元幹事長が次の衆議院選挙に立候補しない意向を表明したことについて、岸田総理大臣は自民党の再起を強く促す判断で重く受け止めたと述べました。二階氏は収支報告書への不記載が3500万円を超えていて、昨日記者会見で、政治不信を招く要因になったことに深くお詫び申し上げる、政治責任はすべて私にあると述べ、次の選挙に立候補しないことを明らかにしました。岸田総理は夕方自民党本部で二階氏と会談し、不出馬についての報告を受けました。自民党の再起を強く促す出処進退であると重く受け止めたところであります。一方、二階氏が今後党の処分対象に含まれるかどうかについて、茂木幹事長は判断を重く受け止めると述べるにとどめ、明言を避けました。